甲子園球場には大観衆が詰めかけています。日本シリーズ第3戦です。阪神タイガース対福岡ソフトバンクホークスの一戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、本拠地を移しての第3戦を迎えます。やはりホームで戦えるファンの声援というのは大きいものですか？いや、ホームっていうのは本当に、違うんですよね。ですからね、ここから新しい力が。西さん、こういった短期決戦でバッターに求められるものとは何になるでしょうか？とにかく受け身にならないこと、とにかく自分から手を出していく、そういった積極性が大事だと思いますよ。今日はどこから点を取っていくのか期待しましょう。ホークス、マウンドに上がるのは先発の和田。さあ、タイガース打線はどうやって攻略していくんでしょうか？注目の立ち上がりです。さあ、ここから裏の攻撃になっていきます。西さん、初回に先制点を取られましたが、どうご覧になりますか？そうですね、守る方としては先制点を取ったことでピッチャーは投げやすいと思うんですが、やっぱり緊張していると思いますんで、同じく立ち上がりを攻めていきたいですよね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。このカウントは狙い球を絞って打っていく感じでしょうね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。打ちました。伸びていく。どうだ、入れば同点。入った、ホームラン。同点のソロホームランです。タイガース、日本シリーズという大舞台で大きな仕事をやってのけました。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。ここ一番の集中力が光ります。見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。ナイスバッティングですね。いきなりリードを奪われたこのゲーム、しかし早くも振り出しに戻しています。バッターは注目のルーキー真由美。タイガースホームランで同点としています。赤星さん、ここはもう1点得点が欲しいところですよね。ああ、そうですね、この勢いそのままにつないでいきたいですよね。さあ、続いていきたい。打ちました。これもいったか。伸びていく。どうだ、入った、ホームラン。勝ち越しのホームランです。タイガース、日本シリーズという大舞台で大きな仕事をやってのけました。タイガース勝ち越し、2対1になりました。見事な一発が飛び出しました。この回一気に逆転となりました。今のバッティングご覧いただきましょう。いやー、ナイスバッティングですね。この序盤リードを取っています。この勢いで攻めていけるんでしょうか。バッターはアリアス。タイガースホームランで勝ち越しています。初球は何で来るか。初球はボールになりました。打った、これもいったか。伸びていく。どうだ、入れば貴重な、入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。素晴らしい一振りでした。低めでしたが、しっかり踏み込んで引っ張った打球、スタンドに放り込んでいます。追加点が入りました。タイガース3対1。見事な一発が飛び出しました。逆転してからも攻撃の手を緩めません。見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。ナイスバッティングですね。このゲームは打撃戦となっていくんでしょうか、それとも一方的になるんでしょうか。バッターは注目のルーキー掛布。タイガースさらに得点を上げ引き離しています。まず何を投げてくるか。インサイド落ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ノーアウトランナー一塁です。バッターは石峰。ヒットでランナーを一塁に置いています。一塁牽制、一塁はセーフ。初球は何から入ってくるか。初球ボール。
ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ここは盗塁するならキャッチャーの肩を計算に入れないといけませんね。なるほど、そうですね。切りました、ファールボールです。さあ4球目は何か。打った、レフトに大きな打球、レフトが追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁到達、チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁二塁。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。さあそしてバッターボックスには八木入ります。さあ追加点のチャンスです。まあ早いうちから点差があると楽になりますから、ここも期待したいですね。なるほど、そうですね。さあまず1球目、まずは見送ります。ワンボール、内に持ってきました。ボール先行です。打ちました、ピッチャーゴロです。ピッチャー取った、一塁を送ります。アウト、ワンアウト。打席には7番バッター木戸。タイガースこの回3点を入れています。さあ逆転に成功し、なおも追加点のチャンスを迎えています。やはり先ほどのホームランですね。あれで勢いがつきましたね。そうですね、ここはどんどん畳みかけていきたいですよ。打ちました、ショート取った、一塁へ。ツーアウトになりました。積極的なのは悪いことではないんですけどね。まあただね、次が彼ですから非常に期待がかかりますよね。このチャンスに期待がかかる糸原が打席に入っています。赤星さん、この糸原対左ピッチャーはどうなんでしょう。そうですね、やはり左ピッチャーは苦手ですよね。左に対しては体が早く開いてしまう傾向がありますね。そうですか。打ちました、ヒットになった。ホームに送球する、サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。ここはうまく打ち返していきました。見事なタイムリーです。そうですね、あのコースを狙ってたんじゃないですかね。初回から打線絶好調、しっかりとつながっています。しかしこの回タイガース貴重な得点でリードしました。1回終わって5対1。先発のプロクターバッターボックスに入ります。打ってやろうという意欲は見せてほしいですね。そうですね。これが1球目、初球空振りです。さあ2球目は何か。打ちました、これはどうだ、センターへ抜ける。先頭バッター出ました、タイガース。ノーアウトランナー1塁です。打順はトップに帰って新庄、先ほどの打席で同点となるソロホームランを放っています。チームにとっても貴重な一発でしたよね。ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。外外れてボール、変化球空振り、ワンアウトです。2番バッター真由美、先ほどの打席では勝ち越しとなるソロホームランを放っています。一発欲しい時に打ってくれましたよね。打ちました、さあどうだ、このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達、チャンスを広げていきます。ワンアウト三塁二塁です。切れていきます、ファウル。さてこのアリアス、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあ球を前で捌くタイプのバッターですね。一発のある怖いバッターですよ。なるほど、そうですか。このカウントは狙うゾーンを少し広げている感じでしょうね。なるほど、そうですか。引っ張った、松田、一塁送球、アウト、ツーアウト。さあそして打席には掛布入っています。さあ2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ1点でも多く得点しておくべきです。引っ張った、ファーストを取った、1塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。2回終わって5対1、タイガースがリードしています。赤星さん、現在リードこそしていますが
どちらに流れがいくか判断が難しいですよね。そうですね、ここまでの展開を見るとこの後の予想は難しいですよね。はい、この後の流れどのようになっていくんでしょうか。3球目打ちました。センターが取りました。バッターボックスには6番八木。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。和田、まずは先頭バッターを打ち取っています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。緩いボールできました。インコース決めてきた。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。変化球空振り、ツーアウトになっています。打順は7番木戸。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。インサイド、打球はセンターへ。この打球はフライになっています。福田が抑えてスリーアウトチェンジです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。タイガース4回裏の攻撃になります。バッターボックス糸原、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッター。初球打ち、これはどうか、ヒットになった。先頭バッター出ました。タイガースノーアウトランナー1塁です。さあ1塁ランナーを返して点差を広げたい場面です。そしてバッターはピッチャーのフロクター。ここはバントかもしれませんね。はい、さあ送って引っ張った。これは三遊間抜ける、二塁はセーフ。タイガースチャンスになります。ノーアウトランナー二塁一塁。さあタイガース追加点のチャンスを迎えています。このあたりで差を広げておけば余裕を持った試合運びができますからね。なるほど、そうですね。まあそして彼の場合ね、うまく引っ張ってスタンドまで運ぶ力持ってますから、ここは一発も期待できますよね。はい、さあこのチャンスしっかりものにしておきたい。打ちました、高く上がった。この当たりはどうか、センター深いところを破っていきました。セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、6対2になりました。タイガースなおも3塁2塁のチャンスです。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。この追加点であとは後半戦をしっかり抑えることに専念できそうです。さあそしてバッターボックスには真由美入ります。さあチャンスが続きます。まあここでつないで1点でも多く得点しておきたいですね。なるほど、そうですね。インコース、これは外れます。真ん中打ちました。センターに強い打球、これはどうか、サードランナータッチアップ、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。犠牲フライを決めてきました。7対2タイガースリードを5点に広げています。打順は3番アリアス。相手に流れが傾かないようにこのチャンスをしっかりものにしておきたいですよね。初球打ち、ここは打ち上げています。ショートが落下点に入ります。掴んで2アウトです。バッターは4番掛布。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。2アウトになっています。まず際どいコースをついてきました。引っ張った、ライトが下がっていく、頭上ぐんぐん打球のそのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。大量リードをさらに広げるツーランホームランになりました。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース9対2、これぞ4番という仕事をしてくれました。バッターは5番石峰。タイガースホームランで得点を挙げています。ファウルです。打った、今宮取ってスリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガース4点を追加しています。4回終了9対2、タイガースのリード広がっています。これから5回の裏タイガースの攻撃です。そしてホークスはピッチャーが変わります。岡本がマウンド上に上がっています。
今日の打線ですと西さん、この後も追加点が期待できそうですね。いやー、まだまだ点が入りそうですね。そうですね、ファンとしては非常に楽しみなゲームになっています。よく見極めましたね。膝元変化球がわずかに外れています。ファウルになります。これはサード松田取ってワンアウト。バッターボックスには7番木戸。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね。初球打ち高く上がった。頭上ぐん入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。この甲子園球場に美しいアーチを描いてみせました。三塁回って今ホームイン10対2。さらに1点を追加します。点差はますます開いていきます。打席には1番バッター糸原。今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですよね。さあここも打っていけるか。タイガースホームランで得点を挙げています。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー2塁となりました。さあバッターボックスには先発のフロクター入っています。調子は悪くなさそうですから続投ということでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。引っ張った。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット。11対2になりました。タイガースちょっと一方的になってきました。打順は1番に帰ります。バッター新庄。まあ大きく差が開いてますけど、どんどん点を取りに行く姿勢でいってほしいですね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。見逃し三振。ランナーは動けません。ツーアウトになりました。初球打ち、レフトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。入りました。ホームラン、ツーランホームラン。大量リードをさらに広げるツーランホームランになりました。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。鮮やかなホームランを見せてくれました。打席には3番バッターアリアス。タイガースホームランで得点を挙げています。これが初球。初球ボール、ボールになります。ボール先行です。さあ3球目は何か。打ちました。これは浅いフライ、ヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。ランナー出ました。タイガースです。ツーアウトランナー2塁。打席には4番バッター掛布。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。初球打ち、ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前のタイムリーヒット。14対2になりました。タイガース大量リードとなっています。打席には5番バッター石峰。初球簡単にストライクを取ります。打った、大きな打球になった。伸びていく。どうだ、どうだ。レフト深いところを破っていきました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ホームに送球する。ファーストランナー一気にホームイン。タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット。15対2になりました。ホークスピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の松田。6番バッター八木。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。甘い球だったんですけどね。ピッチャーが変わっての初球はストライクを取りに来るので狙ってないといけませんよね。なるほど、そうですね。3球目打ちました。さあどうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。タイガースちょっと一方的になっています。7番バッター木戸。
先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、打ちました。この当たりはどうか。この打球は落ちるか。どうだ。ヒットになった。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。三塁タッチはアウト。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。ここまでのハイライトです。1回の裏、この回の先頭バッター新庄、2球目を捉えました。タイガース一振りで同点とします。続く攻撃、2番真由美、2球目しっかりと捉えました。タイガース一振りで勝ち越し。さらに続きます。迎えるは3番アリアス、2球目を捉えました。タイガース1点を追加します。続く攻撃、2アウト2塁3塁で8番糸原、センターへ運ぶタイムリー。タイガース2点を追加します。4回の裏、ノーアウト1塁2塁で1番新庄、追い込まれてからのタイムリー。タイガース1点を追加します。6回の裏、タイガースの攻撃です。一方ホークスはピッチャーが変わります。香山がマウンドに上がります。打順は8番糸原、今日はここまで猛打賞を記録しています。まさに固め打ちですよね。すさまじい集中力を見せています。タイガース攻撃が噛み合い、大量リードで6回の攻撃に入りました。内への変化球は決まりません。一二塁間、明石掴んでワンアウト。ピッチャーに打順が回って先発のプロクターバッターボックスです。好投してますから続投でいいでしょうね。そうですね。打ちました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。打順はトップに帰って新庄、今日はホームランを放っています。先ほどはちょっと消極的だったかもしれませんよね。はい、今度は思い切っていってほしいですよね。打ちました。大きな打球になった。レフト下がっていく。レフト見送った。ツーランホームランが出ました。卓球高々と舞い上がり、甲子園のスタンドに消えていきました。追加点が入りました、タイガース。ここ一番の集中力が光ります。2番バッター真由美、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。しっかり捉えた。伸びていく。打球を追っているが、これはヒットになりそうだ。これはセンターの頭上を越えていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。まずはストライクを取りました。変化球にバットが空を切ります。ストライクを先行させていきます。追い込みました。引っ張った。取った。一塁送球、ツーアウトになりました。打順は4番掛布、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。はい、この打席打ちました。これはどうか。一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。西さん、今日の試合打線はいい流れを掴んでると言えると思うんですが、いかがですか。いや本当ですね、見ての通りです。打線は思う通りに打ってますよ。そうですよね。その流れに乗ったバッティングを見てみたいと思います。打った。
今宮抑えてワンアウト。バッターボックスは6番八木。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。打ちました。これは大きい。伸びていく。センター深いところ破っていきました。あっと取れない。打ったバッターセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは三塁まで進みました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー三塁です。バッターボックスは7番木戸。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。はい、この打席も期待しましょう。ヒットでランナーは三塁に変わっています。大きく外れました。打った。大きな打球になった。レフトバックする、バックする。そのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。大量リードをさらに広げるツーランホームランになりました。追加点が入りました。タイガース見事な一発が飛び出しました。現在のピッチャーの状態、まだ30球には達していませんが、どうでしょうか。バッターボックスは8番糸原。タイガースホームランで得点を挙げています。最初は変化球持ってきました。ストライクです。スライダーが決まります。ノーボールツーストライク。ツーストライクです。これは内へ外れます。これはファーストグラシアル抑えて一塁、そのまま入ってアウト。次はピッチャーの打順ですが、先発のフロクター打席に入ります。ここは無理しなくていいですね。次の回のピッチング優先でいいですよね。そうですね。バッターボックスには代打の松永。まあこの回でリードを広げておきたいところではありますからね。今のは打ちに行って欲しかったですよね。代打というのは1打席勝負ですから、甘い球を見逃すようなことがあると致命的ですよね。そうですか。内へ低めの変化球、あっという間に2ストライクです。3球目外れました。ここは釣り玉は振らないように注意したいですね。なるほど。さば三遊間、今宮取って、ベンチの期待に応えました。ツーアウトランナー一塁。ホークスピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でマウンドに上がったのは海野。打順は1番に帰ります。バッター新庄。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイス。インサイド落ちました。これはどうか。このフライはどうだ。落ちるか。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。8回の裏タイガースの攻撃です。そしてホークスはピッチャーが変わります。森が6番手としてコールされています。バッターボックスは2番真由美。今日はここまでホームラン2本を含む4安打を記録しています。いやー、今日は大当たりですね。すさまじい集中力を見せています。タイガース攻撃が噛み合い、大量リードで8回の攻撃に入りました。リードはしてますが、点を取られたんですぐに取り返しておきたいですよね。さあ、まずは先頭バッターを出していきたい。打ちました。レフト下がっていく、下がっていく。フェンス直撃。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。先頭バッター出ました。タイガースノーアウトランナー二塁です。バッターボックスには3番アリアス。今日はホームランを放っています。ヒットでランナーを二塁に置いています。打ちました。いい打球だ。高く上がった。レフトポール際、判定はファウル。切れました。ファウルボール。大きく外れました。次が4球目。低めは外れました。
3ボール2ストライクフルカウントになっています。これが6球目。痛烈な打球、これは行くでしょうね。スタンド一直線、入った、ホームラン、ツーランホームラン、大量リードをさらに広げるツーランホームランになりました。フルカウントからのストレート、思い切り引っ張った打球は特大の一発となりました。追加点が入りましたタイガース。さすがクリーンナップという一発でした。ピッチャーに打順が回って8回から登板の島本がそのままバッターボックスに入ります。まあ大きくリードして余裕もあるんで、今日は他のリリーフ陣を休ませる感じでしょう、ね、バッターボックスには代打のバース。まあこの回でリードを広げておきたいところではありますからね。感じです。次が2球目、チェンジアップ外れました。ストライクになります。2ボール2ストライクと追い込んでいます。いい当たり、センター下がっていく、下がっていく、どうか、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。この甲子園球場に見事なアーチを描いてみせました。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。代打起用に応え1点を追加します。大きく点差が広がっています。打順は5番石峰、タイガースホームランで得点を挙げています。初球ボール、打ちました、センター下がっていく、下がっていく、入った、入った、ソロホームランが出ました。この甲子園球場に美しいアーチを描いてみせました。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。さらに1点を追加します。リードをさらに広げていきます。バッターボックス八木、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。タイガースホームランで得点を挙げています。初球ボール、アウトコース外れます。ボール先行です。ジャストミート、打球は切れてスタンド、これは三塁側のスタンドに入ります。ツーストライク、ツーボールと追い込んでいます。低め外れました。フルカウントです。見逃し三振、ワンアウトです。バッターボックス木戸、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、レフト深いところを破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。8番バッター糸原、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。タイガースこの回7人目のバッターになります。2球目は何で来るか、引っ張った、さあどうだ、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。鮮やかなタイムリーヒット、タイガースちょっと一方的になってきました。ここでタイガースダイソーを送ります。和田セカンドランナーに入ります。ホークスピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは高橋。じゃあ森に代わりまして高橋。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。いいコースですが外れています。打った、ライトに強い打球、
ぐんぐん打球が伸びている、伸びてライト深いところ破っていきました。セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット、タイガース大量リードとなっています。打順はトップに帰って新庄。さあ初球は何か、甘い球をフルスイングしましたが当たってくれません。ファウルになります。大きく外れました。空振り三振、ランナーは動けませんでした。ツーアウトになりました。打ちました。今宮一塁へ送ります。アウト、際どいタイミングでしたがスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっ、タイガース打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。これで無傷の3連勝、日本一にリーチをかけました。赤星さん、3連勝で早くも日本一に王手をかけました。強いですね。いやー、ほんとすごいですよね。短期決戦の難しさもあるのに勢いもありますし、圧倒的ですよね。そうですよね。素晴らしいゲーム展開で3連勝です。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のホークスですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように日本シリーズ第3戦はタイガースが快勝ということになりました。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。本日はご来場くださいましてありがとうございました。お忘れ物なら